はい、というわけで皆さんこんにちは。うぷ主の4人です。お題とやってみます。今回は、スイッチを録画する環境ができたので、試し撮りしてます。インとアウトギャグに繋いでたけど、そんなことして楽しいの？ごめん、ちょっと何言ってるかわからない。余計な字幕出さないでくれる？今回特に目標とかないので適当にやってます。私太鼓やらないけど、どこかのババアが、なんやかんやで若返った時に流れてそう。そんな感じがした。確か大体そんな感じ。そんなに記憶にないけど。しかしテスト動画とはいえ喋ることが全然ない。そもそも二人だけだから会話もそんなにない。人数増やしたところで、話すことないから結局同じだし、他のキャラがしか迷ってます。なんかないの？何？話のネタとか。そんなもんねえ。あ、そういえば、なんか最近ザイムの新作が出たゲン。え、ザイムって7年ぐらい前じゃない？確かにそうだけど本編終わってもいろいろと出てるゲン。それのどんぐりとドリアンのやつが出たから見たいなと思ってて。だけどそれを見るには、なんかアプリみたいなやつで見るしかないらしいんだよね。あ。なんかミスった。てかアプリみたいなやつって東映のあれ？そうそう。あれって月額制じゃなかったっけ？そうだけどなんかこの際入ってみようかなって思ったから、昨日入った。そしてザイムの外伝とか見てました。それって大体のライダーは見れるの？ライダーしか見てないけど戦隊とかもあったよ。ゼロワン映画それで見ようかな。でも結構待たないと見れないかもよ。グリスのやつが今月末とかだったから。そういえばグリスの V シネ見てないな。クローズは確かに立ちがするけど。私もクローズ昨日見た。残像が残像だった。1ミリも伝わってなくないそれ。確かにそうだけど。話し始めたら意外と時間経ってた。てかよく話しながらできるよね。だってこれ録画したやつ背景に喋ってるだけだもん。結構見たいことまで言っていいのか。こんなの所詮はテスト動画だしね。これからマイクが長時間取れるようになったから、マイクラでもやろうかな。マイクラってもうやってなかったっけ？スイッチの方が結構進んでるから、途中からでも動画にしようかなって。なんやかんやで僕の終盤まで来ましたよ。最後くらい喋らないでおきます。話すことなくなっただけで。まあそうとも言うけど、なんかすごい顔がうまいんだけど、すごく眠りたい。なんか不快地で終わっちゃった。成績発表。こんな感じで今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。